アンの山はサンマリノの山。アペニン山脈の一角を成す同国の最高峰で、標高は739メートルである。2008年に中世以来の独立した共和制の継続を示す証拠として、首都サンマリノ市の史跡群とともにユネスコの世界遺産に登録された。背後に山の三方が見えるコーヒーによると、4世紀初めにローマ皇帝、 ディオクレティアヌスのキリスト教迫害からイタリア半島に逃れた者にクロアチアのラブ島の石膏マリヌスがいた。彼はローマで未亡人フェリチータに雇われ亡くなった夫の石棺を作った。そこで彼はキリスト教の教義を解き彼女を回収させた。その後マリヌスは彼女からキターの産を譲り受けた。マリヌスはそこに老頭と共に落ち延び、 宗教的コミュニティを建設。これが現在のサンマリノ市となった。マリヌスはリミニのガウデンチオから女祭に任じられ、リミニで不況に勤しんだが、過労のため山中の世に戻り、その後は自ら礼拝堂を建てて瞑想にふけった。サンマリノの国名はこのようなマリヌスの精神に習って名付けられた。山の三宝はサンマリノの三つの塔と呼ばれる。 四角形をした国土の中央部にあたり、北西に三マリの市が南に村あた村が位置する。アドリア海とは13キロメートルしか離れていない。路頭は硬い石灰岩である。海抜は739メートルだが、ふもとからは200メートルほどの高さしかない。山頂からは三マリの全域を一望できる。数本の河川の源でもあり、 山の西部から流れ出るサンマリノ川は、幅広の渓谷を下ってマレッキア川と合わし、アドリア海に注ぐ。またマラーノに源を発するチャンド川は、リミニとリッチオーネアウザの中間地点で同じく、アドリア海に達する。エミリア・ロマーニャでは、肥沃な平野が広がるが、マルケ及びモンテフェルトーロ地域では、なだらかな丘が続く。第三期のサンマリノは海底にあったが、 激しい地震活動が近くの流起を促した。これは北の3から8 0トルほどの岩の塊を海に向けて転がすほどの威力で、この結果山々はさらに盛り上がった。山の斜面からはサメの葉など中心よの魚類の化石が多く見つかっており、中でも貴重なものはボローニャ考古学博物館に保存されている。夏の平均最高気温は 摂氏26度、冬の平均最低気温は低摂氏の7度。一方年間降水量は560ミリから800ミリの間で変動する。地中海圏では標高による植生変化が顕著だが、北の山でのそれは、栗、オークキ多く、金鎖、糸杉、ミその他寒木類、アスパラガスなど乾燥地の植物で占められる。動物省は、 中山間地域でよく見かけるものばかりで、蝶類では、蝶原ロウ類、フクロウ、森カササギ、ノスリ類など、哺乳類ではノロ、イノシシ、シカ、イタチ類、ン類、ウサギ類、ハリネズミ類、ヨーロッパケナガイタチ、ヨーロッパアナグマ、赤ギツネなどが挙げられる、サンマリノの国旗3カ所の峰には、グえイタ、チェスタ、モンターレのボウがそびえ、 三リの死を三重に守る格好となっている。いずれの暴露にもダチョウの羽を模した金属製の飾り鶏があるが、これは呪しにかけた一種の地口と思われる。国旗中央の国章には暴露が三つとも描かれている。暴露感は道路が通じている。ありがとうございます。